はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、先日のパックで出ました、新規パックで登場しましたアメイズメントのデッキ紹介動画となります。アメイズメントがどういうデッキなのかと言いますと、まあ、簡単に言うとトラップデッキです。はい、もう基本の腰からしてトラップをね使うデッキなので、モンスターは少数でトラップを大量に含めたという、まあかつての動かし方といえばそうですね、ちょっとイメージは違うかもしれないんですけれども、オルターガイストみたいな感じで動く感じ、まあ、デッキからトラップを持ってくる、そしてトラップカードが発動した時にデッキから手札から独自召喚できるというカードがあるので、もうそういう認識でいいと思います。で、やはりね、使い方としましては、少ないモンスターなのでトラップで相手を除去していくという都合上、モンスターね、強欲で金満な壺とかのドローソースを入れたりだとか、他にもね、センサー、万別、神の宣告、無限抱擁なども入れたりだとかするデッキで、低速のよりのデッキになります。まあ、戦い方はね、もうシンプルです。モンスターを出す、罠を伏せるという感じですね。そこらを、トラップを伏せるだけだったら他のメタビートと変わらないので、そこらをかわしていくのがこれらね。コミカ、アルレッキーノというです。特にこのアルレッキーノ、なんか出しにくいなと思うんですけど、すごい出しやすいです。それはまあ、能力の説明の時に言うんですけど。使ってみると、あ、ワクテカ好きそうやなーっていうような動きをするデッキです。賞味の話、いやー、これ弱えだろ、これ。どうすんだよと思ってたんですけど、なんか普通に強かったですね。普通になんか強かった、回った。うん。まあ、確かに、今、一戦級で戦うっていうのは無理かもしれないですけど、これから先何かしら出てきたら、まあ、モンスターよりもトラップでもそうなんですけども、何かしらのカードが1個出たら、化けていくカード、これから先は楽しみというデッキだと思います。はい、それではですね、メインデッキの説明からいきたいと思います。次、エクストラデッキは後半で紹介しますので、ご一緒ください。それでは行きましょう。アトラクション、コミカが3枚。で、アトラクション、アルレッキーノが3枚。アトラクション、ルーファが1枚。で、サイフレームガンマ、ロードガンマ、サイフレームギアガンマが3枚、サイフレームドライバーが1枚、モンスターが1丁です。次に魔法カード。強欲で金満な壺が3枚、金満で謙虚な壺が2枚、アメージングチケットが3枚、アメージングプレシャスパーク1枚。そして次が魔法カード。アメージングホラーハウスが3枚、アメージングサイクロンコースターが2枚、アメージング RR でレーシングが2枚、そしてアメイズメントファミリーフェイスが3枚、無限抱擁が3枚、ドラグマパニッシュメント3枚、センサー万別が2枚、神の宣告が3枚。以上です。それでは行きましょう。まずはこちら、コミカ通常召喚に成功したときにデッキから、アメイズメントアトラクションかアトラクション、トラップカードさっきアメイズメントって言ったごめんアトラクションですねアトラクショントラップカードをセットすることができるという効果です。オルターガイストというマルチフェイカーですね。そしてフィールド上のアトラクショントラップカード表側表示のアトラクショントラップカードをフィールド上のモンスターに付け替えるという、誘発効果を持っています。相手ターンでも発動できる効果です。まあ、基本的にはこうデッキからホラーハウスを持ってきて、自分のターンで自分のモンス、コミカに装備してね、コミカに装備して無効にするのもいいですし、相手モンスターに装備して裏守備にすることもできます。他にもですね、アルレッキーノ持ってきたいときはアトラクション。他にトラップカードがあるときはサイクロンコースターを持ってきて装備して即座にね、発動してアトラクション。で、サーチする、ね、できますし、相手の墓地のカードをゲームね、DD クローみたいな形で使いたいなら、レーシングを持ってきてデッキに戻すということもいい。まあ、基本3枚積みの確定のカードです。1400ポイントというのがちょっと難点ですけどね。で、こちら、アルレッキーノ。トラップカードが発動した場合、手札から特殊召喚できるというカードなんですが、これが強い。これがね、マルチフェイカーと使うところは、これトラップカードを発動した時なので、相手がトラップカードを発動した時も発動することができます。ここが重要。かなり重要。今ですね、トラップカードの比率が増えてきまして、トラップが0というデッキは無限抱擁がなくなったのを抜きにしても結構あるんですよ。トラップカードを入れているデッキ。ですので、こっちがトラップカードを引いていない時でも、アルレッキーノを召喚する手段は結構あります。で、召喚に成功した時、まあ、召喚成功した時には、相手がモンスターを召喚した時、デッキからアトラクショントラップカードを装備することができるという効果を持っているので、トラップカードを1枚増やすことができる。妨害フードを増やすことができるというので、最上級モンスターでありながら非常に出しやすい上にさらに婦人の整えもできるので、これも確定で3枚です。絶対いります。はい。そしてですね、墓地のアトラクショントラップカードを除外することによってフィールド上のカード、まあ、ダークアームドローみたいな感じで使えるんですが、こちらもね、使い終わったホラーハウスやサイクロンコースターを除外して、で、除外したカードはですね、アトラクションプレシャスパークで帰還させることができる。もうもちろん、表側表示のね、トラップカードがあるという存在です。まあ、それはなしにしてもね、これで、
帰ってこれないから、あ、じゃあもういいやって言うんじゃなくて、もう普通にバン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 使っていいと思います。墓地に送られたトラップカードは。まあ、難点としましては、サイキック族モンスターなので、センサー判別などが入っているとき、例えば、トラップ発動、じゃあ、アルレッキーの効果、増殖する G ってやったときに、サイフレームギアが打てなくなったり、あるいはサイキック族が、他にサイキック族がいるときに、このカード、2枚目が打てないっていうのがちょっとそれですね、センサー判別を。これがね、なかなかね、2枚目を手札にするとずっとここで眠らすことになるっていうのがあるので、これを処理する手段として、バージェストマン、ディノミスクスなんかも入れていいかなって感じはしてますね。で、ブーファ、これも墓地入れ替えですね。墓地のドラップカードと入れ替えるということができるんですけれども、これはまあちょっと初手で使うのが難しいというのと、結構前準備に時間がかかるということで1枚でしています。で、サイフレームギアですね。まあ、基本的にはやっぱしここらの壺カードに打たれた時とかで、使うのが一般的かな。それ以外で出すことは他ないので。で、魔法カード。合金3枚、金満3枚。まあ、合金でドローを行う、金満で持ってくるカードは、まあ、持ってくるカードは初動なんですけども、心はね、引きたいのは。まあ、センサー、万別や神の宣告を引きに行きましょう。で、アメージングタイムチケット。自分のターンの場合、デッキからアメイズメントカード1枚を手札に加える。で、相手ターンの場合、アトラクショントラップカードをセットすることができて、さらに、そのカードでセットしたコアードは、そのターン中に発動できるということになります。先ほどホラーハウスを持ってきて裏守備にするのもいいですし、サイクロンコースターで相手モンスターに発動してアルレッキーに持ってくるのもいいでしょう。まあこれも3枚必須ですね。で、アメイジングプレシャースパーク、1ターンに1度メインフェーズにアトラクショントラップカードを伏せたので発動できるという効果を持っています。さらにエンドフェーズに自分フィールド上の、アトラクショントラップカードを墓地に送って、ゲームから除外されているアトラクショントラップカードまたは墓地に存在するとアトラクショントラップカードをセットするという効果を持っています。メインフェーズのみしか集めないので、エンドフェーズで効果を使った場合、そのカードをすぐに発動させることはできませんが、使ってしまった、まあ、ホラーハウスって一番重要で使える割には、結構墓地に来やすいカードなので、例えばこの辺り、レーシングとかを使った後、まあ、自分モンスターで相手のカードをデッキに戻して、もう、それ一回やったらもう大体用済みだなっていう時があるんで、ホラーハウスに入れ替えて、相手探知のね、妨害に備えるっていうこともできるので、まあ、それでも、初手できた場合どうすることもできないので、これもブーファと同じようにちょっと前準備が必要なカードなので、これも1枚にしています。そこまで頼るものでもない。で、はい、トラップカード言いましょう。アトラクション、アトラクショントラップカード、相手もフィールド上のモンスターまたはアトラクションモンスターに装備することができるという効果を持っているのですが、相手モンスターに装備されている場合、そのモンスターを裏側守備表示にする。これが一番使うアトラクションです。ぶっちぎりで使う。てか、唯一と言っていいほどにアトラクションの中で強いカードです。ですので、基本絶対3枚積み。で、自分モンスターに装備された、装備させた場合は、フィールド上のモンスターを無効にする。まあ、無限包容やエフェクトベイラーと一緒。こっちもすごい汎用性が高い効果なので。まあ、サンダードラゴンとかの相手した場合は、超雷竜、サンダードラゴンがきつかったりするので、裏守備にするのもいいですし、超雷竜を無効にしてですね、アルレッキーので、戦闘破壊、ああいう字になるけど戦闘破壊しに行く、あるいはアトラクション、アルエッキーの効果で除外することによって破壊するという効果も狙うので、これも絶対3枚使いましょう。で、サイクロンコースター、これはですね、相手モンスターに装備されている場合、デッキからアトラクションモンスター、アミズメントモンスターをサーチすることができます。で、自分フィールド上のモンスターに装備されている場合はサイクロン効果ですね。まあサイクロンコースターとかいうからそれまあどうしても割らなきゃならないカード、合金持ってるけど相手の大きな直面うぜえなーとか、まあ、衝動うぜえなーっていうとこがあっちゃうんですが、もっぱら使うのはやっぱし、後ろのサーチ効果ですね。アルレッキーノをどうしても言いたいときは、このカードを使うことが可能です。で、レーシング。このレーシングは、墓地のカードを、自分モンスターに装備されていると、墓地のカードをデッキに戻して、自分モンスターの表示景色を変更するという効果と、装備モンスター、相手モンスターに装備されている場合、レベルを一つ上げて、表示景色を変更するという効果になっています。まあ、どっちも表示形式を考えるんですけど、後者の場合、相手モンスターの場合は、基本的には攻撃戦現地に打って、まあ、エネミーコントローラーみたいな感じで使う。あとは、エクシーズの妨害って言ってるんですか、シンクロや。まあ、シンクロやエクシーズの妨害はちょっとデッキを選ぶので、どちらかというと、そうですね、前者の自分もモンスターに装備して、相手のデッキをね、相手の墓地のカードをデッキに戻す効果を使うことが多いんじゃないかなと思います。で、次、アミゼントファミリーフェイス。アトラクショントラップカードを装備したモンスターに対して発動可能。このモンスターを装備して、そのモンスターのコントロールを得るという効果を持ってます。で、そのモンスターはアメイズメントモンスターとして扱って、攻撃力が500ポイントアップ。まあ、ただ、モンスターを奪うというだけでは、
大捕物のほぼ完全介護官になるので、ほぼね、発動条件もあるし、やはり攻撃ができるというところを使いたいですね。アルレッキーノが攻撃力2600という非常に攻撃力が高いので、500ポイントをアップした相手の最上級モンスターとか奪えれば、そのターン内でワンショットピンも発動する、可能っちゃ可能になります。で、もう困った場合はですね、リンクモンスターって、これ使ったターン別に召喚制限とかかかってませんから、さっさとねリンクモンスターに変化して出すのもいいでしょう。で、無限法要、ここも3枚で、最近忘れがちなんですけど、無限法要、ドラゴンメイドが流行ってきてるから、無限法要ってやっぱいると思うんですよ。まあ他にもね、アルレッキーノがあるわけですから、無限法要発動してアルレッキーノというのは全然やりがちです。あっていいと思う。で、ドラグマパティシメント、ドラグマ関連入れようかなと思ったんですけどね、なんかやっぱりちょっとトラップのカードがね、欲しいことが多かったんで、まあドラグマだけして、だからもうエクストラ後で見せましたけれども、ほとんどね落とす専門のカードです。で、センサー万別、ここら辺全部バラバラなので、サイキック族、獣族、機械族と、ですのでここも無理なく採用できるかなと思います。まあ一番あれですよね、注意しなければならないのは、センサーファースト判別発動中にこいつらはゴミになるので注意です。で、完了成功といった感じですね。はい、基本的な動かし方としてはね、ホラーハウスを維持して相手モンスターを除去して、センサー判別や神の宣告などでも相手を拘束していく。で、サイクロンコースターでアルレッキーノをサーチしてきて、その攻撃力で、短期決戦を狙っていくという形になります。意外と攻撃力はね、ここでダイレクト通れば4000なんで、2回通せば勝ちです。ホラーハウス維持してセンサー判別やドラゴンバニシメントで除去していけば、結構意外と少ないターンで倒せると思います。はい、じゃあエクストラデッキいきましょうか。はい、エクストラデッキの説明いきたいと思います。もうなんか見るからにお前エクストラ使う気ねえなー感があふれる、アトモスフィアあふれるなんですけども、まあしゃーないしゃーない、こういう構築なんだから。はい、いきましょう。中世古代騎士スカルナイト1枚、ヌトスが3枚、サイフレンドロードローメガが1枚、イグニスタ、ウィンドペガササッテイギフスが2枚、でメガロギアアーゼウス1枚、トロミアフェリックス2枚、トロミアユニコーン2枚、カオスソルジャー、コントの戦士カオスソルジャー2枚、アクセスコートトーカーが1枚、以上です。もう何も喋ることねえな。まあもう、そうですね、ヌトス、スカルナイト、ウィンドアット、ペガサス、イグニスタ、あとまあオメガはもうドラグマパニシメントで落とすようです。で、アーゼウスは相手モンスターのね、エクシーズモンスターを奪ったとき、大捕物と違うところを活かしたい。要するに、ファミリーフェイクで、相手モンスターを奪って攻撃力アップしてダイレクト。そして決まらない場合はアーゼウスを乗せるというかで、攻撃ができるという点が、大捕物とは違うところなので。で、トロイメアフェニックス、トロイメアユニコーン、このあたりもですね、奪ったカードを、ファイナルで奪ったカードをその素材として使ったりです。で、こちらもカオスソルジャー。これはセンサー万別の発動家でも出すことができるので、カオスソルジャーを出して、さらに手札にアルレッキーノがある場合はトラップカード発動して、まあ、センサー万別もう1枚で、被ったセンサー万別もう1枚発動してアルレッキーノを出して、2600、3000みたいなことができるってですね。まあ、これもアクセスコード投下も同じですね。カオスソルジャー出した後に出してもいいですし、トロミアフェニックスを出した後にいいですね。相手フィールド上のレベル3、リンク3モンスターを奪った後に出してもいいと思います。まあだから奴隷を除外されても特に痛くはないですね、黄金で。まあ、せいぜい、どうしても必要だったなっていう時にヌトスがなくなったぐらいかな、怖いのは。でもそれ以外は特に怖いものもないので、エクストラは全然使わないものとして考えてもいいと思います。はい、それではですね、ワクテカのアミズメントのデッキ紹介動画でした。もしよろしければチャンネル登録並びに高評価、そして何かね、質問とかあればコメントで。やっていただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。